黄色、七色揃って受験戦隊七レンジャーと、ご覧の通りすっごいパワーで暴走族をやっつけて夜の勉強時間を守っちゃったりなんてことちょいちょいって感じなんです。おまけにその勢いでかどうかは分かんないけど、とにかく憧れの上近くんと同じ特進クラスに入れちゃいました。私の受験ライフはかなりいい感じって、でもなんか大事なことを忘れてるような気もするんですよね。なんだろう。決定、上近くんの志望校ポン。来る来るわね、来る来る来る時来れば来い。おはよう、ナナ。早くしないと学校遅れるよ。もうこんな時間、やだ。これを持って、これと。いってらっしゃい。あと片付けお願いね。さーて、じゃんけんぽん。やったー。じゃああとはよろしくね、ナナぽん。あっちゃー、頑張ってね。はいはいっと。でもテレビ見てからね。朝食の支度はいつもナナなんだ。そうなの、もう誰も手伝ってくんないのよ。でもいいじゃない、みんなの協力で上近くんと同じクラスになれたんだもんね。そうなの。でも本当の目標はこれからなんでしょ。うん、絶対上近くんと同じ高校に行くんだ。で、どこ行くの。どこって上近くんと同じ高校よ。だからどこなの。え、上近くんの志望校よ。え、ちょっと、まさか。もう静かにしたまえ。いいかね、これから本格的に進路指導を始めるにあたって、まず君たち一人一人の志望校を聞いておく。家族とよく相談して月曜までに提出するように。ああ、私ってバカ、肝心の志望校のこと忘れてたなんて。ん、上近はもう出すのか。お願いします。見たまえ、ほら、最初からしっかり志望校を決めておるとは素晴らしい。まことにもって。あれに上近くんの志望校が。こら鈴木、何をぼっとしてる。はい、全くそんなことだから日直のくせに遅刻するんです。さっさと号令をかけんか。はい、キリッチで。あのプリントが憎い。もう、なんだったら。おい、上近、どこ志望したんだ。そうだよ、教えろよ。今は教えない。あんまり人に言ったら落ちるような気がするし。なんだよ。下校時間になりました。生徒の皆さんは速やかに下校してください。落とし穴だったよね。同じクラスになってもどんなに勉強頑張っても、とにかく上近くんと同じ高校受験しなきゃ意味ないもんね。うん、ねえ、上近くんどこ受けるんだろう。そうね、上近くんなら名門セントホーリーか、超難関の五条橋とか浜栗門に、それとも大安高校。で、その中のどれが第一志望さあ。そんなの決まってるじゃない。だったら第二と第三志望はここでどう。これなら楽勝じゃん。あんなに簡単に決められていいの。何よ、ナナ、私たちの志望校に文句あんの。あ、別にそんな意味じゃ。そりゃ特進クラスのエリート様はお気軽に決められないんでしょうけど。でも無理しないで私たちと同じ高校にしといた方がいいかもよ。同じとこ。見ないでよ。帰ろ帰ろ。あなたたちのなんて知りたくないわよーだ。でもね、このままだとあの3人の言う通り。ナナ、おとなしく一緒の高校へ行きましょう。ってことは自動的に。さよなら、鈴木さん。卒業したら高校は別々だね、別々だね、別々だね。やだ、そんなのやだ。私絶対上近くんと同じ高校行くの。そしてそして今度こそ上近くんに告白するの。ナナ、だからお願い、一
もちろんあのプリントを見るしかないわ。やっぱり。なんだね。その日直当番終わりました。うん、ガクラ教頭先生、ちょっと質問があるんですが。あ、なんだね。学力テストの問題についてなんですけど。ここなんですけど。どれどれ。おお、これか。もうちょっと。もうちょっとなんだね。受験に備えてもうちょっと体を鍛えないとなと。職員室ではやめなさい。あ、拾います。あ、おっと困りますな先生。これは生徒の重要なプライベートなんですから。今は教えない。人に言ったら落ちるような気がするし。大事なプライベート。で、小野寺君。はい。さっきの質問の続きだが。あの先生、どうもありがとうございました。行こうなな。なんだねあれは。さて。ひとみ、何、どうしたの突然。ねえ、もうよそうよ。え、大丈夫だよ。今はうまくいかなかったけどさ、何か他にいい方法は。そうだ、ナナレンジャー。こっそり学校に忍び込めるし、すごい速さでプリントも見れるよ。ね、ね、ね。そうじゃなくて。え、私やっぱりあのプリント無理やり見るの良くないと思うの。どうしたのよ突然。だって教頭先生もさ、これは大切なプライベートだって。でもそれしか上近くんの志望校わかんないのよ。そりゃ瞳から見たらこんなのバカみたいかもしれないけど。ナナ、うん、私どうしても上近くんと同じ高校行くって決めたんだもん。だから仕方ないじゃん。どうすればいいのかな。あー、お腹減った。お腹減った。よし、ガツンと食べるぞっと。なにこれ、全然片付いてない。ならぼん。さて皆さん、この輝きが見えますね。するとゆっくりゆらゆら、右へ左へプラ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 。ナナポン、はい、ん、後片付けはどうなってるの。あら、意地悪ね。何言ってんの、もうお昼だよ。あら、ほんと。それじゃ。いやね、私ってこんなに怠け者じゃないよね。ねえナナコ、今日のあなたのラッキーワードをさっきテレビでやってたわよ。え、何？鳩片付けですって。実は私のもそうなんだけど、なんだったら譲ってあげてもいいわよ。本当？ええ、あなたの幸せのためなら。なーなぼーん。冗談よ。残念、七個だけなら引っかかりそうだったのに。そうだ、早く早く、七個早く片付けて。ご飯が食べられないよ。さあ、このプリズムをご覧なさい。はぁ、あ、ふーら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 。ただいま。ねえ、みんな聞いてよ、非常事態なの。なにこれ。お掃除ピカピカ。おじいちゃん、これどうなってるの。ななか、なんだかみんな急に掃除を始めてな。気持ちいいぞ。でもなんか変だよこれ。だってナナッチもナナ様もナナッコもナナッペもナナリンも。ナナポン。催眠術。そうなの、ほら、こうやってテレビで見たのをちょっと真似してみただけなんだけど。どうしたの。ねえ、それ私にもできるかな。誰かに掃除させたいの。そうじゃなくて、これなら上近くんの志望校わかるかもしんない。七人の奈良。
いい？これをね、ちょっとこう揺らして、で眠くなる、眠くなる。違う違う、もっとこうゆっくり。眠くなる、眠くなる、眠くなる。そう、眠くなる。え？ナナポン？どうしたの？ちょっとナナポン起きてよ。私、神近くんの死亡コンプリート見たいの。ちょっとでいいから。わかりました。おや、ナナちゃん、こんにちは。ナナポン、もう同じ顔見られたら大変。でさでさ。あら、ナナじゃない。志望校決めた？さぞハイレベルな高校なんでしょうね。ま、受けるだけなら猿でもできるけど。ん？何よこれ。ナナポン！神近くんの志望校プリントを見ること、ちょっとでいいから。わかりました。何やってるのよ。あの時変な風に催眠術に。大変。やば、私までかかっちゃう。ナナポン、やめて。それ渡して。いない。大変だ。志望校か。瞳から見たらそんなことで決めるのバカみたいかもしれないけど。ナナ、神近くん。そうよ、私が思い切って。眠くなーる、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 眠くなーる。神近くんの志望校プリントを見ること、ちょっとでいいから。先生、そろそろおしまいにしますか。土曜日ですしね。ん？なんだ、まだ帰ってなかったのか。なんだ？見たいんです。何を？神近くんの志望校プリント見たいんです。ダメだダメだ、あれは個人のプライバシーだぞ。ちょっとでいいんです。ちょっとでもダメだ。見たいんです。しつこいぞ、お前たち。放っておきなさい。はい。プリントは校長室の金庫にでもしまっておこう。はは。神近くんの志望校プリント見たいんです。ちょっとだけ。なんなんだこの子たちは。とにかく行きましょう。神近くんの志望校プリント、ちょっとだけ。こっちだ君。わけがわからんが、こうなったら絶対にプリントは守るぞ。はい。あれ、教頭先生、どうしましょう。上だ。お待ちください、教頭先生。教頭先生たち、何してるんだろう。と、それよりナナポンは。そこ、止まって止まって。さあ見せてください。はいはい、免許証ね。いや、神近くんの志望校プリント。は？ご注文は？神近くんの志望校プリント、ちょっとだけ。我が社としては、ぜひとも神近くんの志望校プリント見たい。しかもちょっとでいいわけですね。あ、志望校プリントは手に入ったか。この野郎、来てやろうだ。おじさん、やめてください。なんだてめえは。神近くんの志望校プリント見せられねえやつに食わせるそばはねえんだよ。あら奥様、今日はどちらへ。神近くんの志望校プリントを見に参りますの。あら奇遇ですこと、私もですのよ。失礼ですけど奥様や、ちょっと、ね、まあ何ですって。神近くんの志望校プリントは私こそ見るべきなんです。小先輩、どうしてこんなことに。仕方ないだろう。何としてもプリント見なくちゃならないんだよ。それしか神近くんの志望校わかんないのよ。無理やり見ちゃうのって良くないかなって。
私、自分のことばっかで上近くんのこと何も考えてなかった。人の言う通りだ。私、うん、こんなところで落ち込んでらんない。今は早くナナポを止めなきゃ。上近くん。小野寺さん。偶然だね。よく来るの？うん、ここ受験の神様だからね。合格祈願にって。そうなんだ。それでそのどこの、あれ、鈴木さんも一緒なんだ。え、ナナじゃない、ナナポン。どうしたの？瞳、神近くん。眠くなる、眠くなる、眠くなる。ダメ。ナナポン、いった。あら、私何してるんだっけ。ナナポン、元に戻ったの？でも、もしかして今のフラッシュ。神近くん、ごめんね、これ貸して。ナナポン、これでみんなを戻せるよ。え、もう痛い。もういい、もういい。あれ、え、うん、なんか体が、腰が痛いわ。何してたんだろう。みんな、うん、みんな大変なことになってるの。力を貸して。あそこ。うわ、何これ。すごいことになってるね。これを止めるなんて無理だよ。大丈夫、さっき言った通りにして。よし、さっさとやろう。後片付けもね。じゃあ行くよ、一斉の。ダメダメ、そんな格好悪い掛け声やめてよ。ここは私に任せて。受験地獄に乙女が落とす涙一粒受けてみよう。ティアードロップスペシャル。教頭先生、私もうダメです。頑張りたまえ。何としてでも志望校プリントは守らねばならん。ですが、お先にさせていただきます。あ、ん、誰もいない。おっと、夢でも見ておったのか。私たち何してたんだろう。さあ、あれ、さっき小野寺さんと鈴木さんが来たと思ったけど、変だな。ひとみ、ありがとう。上近くんに直接聞いてくれようとしたんでしょ。だって私、ナナの気持ち知ってるのに反対するようなこと言っちゃったから。そんなの当然だよ。私ね、上近くんの志望校のプリントを見せろって言ってる人たちが自分に見えちゃった。私、なんて嫌なことしたんだろうって。人のプライバシーの大切さ忘れてた。あのさ、私の志望校ひのき山なんだけど、なんでかわかる？うん、制服が可愛いから。あの、だからね、私も偉そうなこと言えなくて。うん、笑ってごめんね。二人とも何言ってんの。可愛い制服のため、好きな人に告白するため、どっちも立派な目標じゃない。うん、でもナナポンに言われるってなんか納得いかないような。うん、気にしない気にしない。どうした の, したの。あれ何これって、上近くんの絵馬。見て、書いてある、八坂奥義に受かりますようにって。やったじゃない、ナナ。神様が応援してくれてるのかもよ。うん、あー、私が見つけたんだよ。はいはい、みんなナナポンのおかげよね。この大騒動もね。私だって催眠術かかってたのに。
上近くんの志望校はやっぱりすごくすっごくハイレベルで、私にはとても手の届かないような高校でした。でも私頑張ります。絶対上近くんと同じ高校に入ります。上近くんに告白するために、この受験きっときっと恋と一緒に咲かせてみせます。まぶたを閉じれば響いてくる、昼は昼に夜は夜に、静けさと番号623。聞いた聞いた聞いたでさ、あのメッセージってもしかして7のことじゃない？やっぱり。でも誰からなんだろう。ペンネーム YK 君ってもしかして上近くん？次回7人の7第6問、受験番号623、深夜ラジオで大騒動。私の恋と受験はどうなるの？